オ放課後放送局リエラジ。皆さんこんにちは。私たち結ヶ丘女子高等学校スクールアイドルリエラです。それでは早速順番に自己紹介をしていきましょう。まずは私からいきます。はい、皆さんはじめまして、渋谷カノン役さゆりんこと伊達さゆりです。今日は初めての生放送なので、生放送じゃないです、大丈夫だよ、大丈夫だよ、16です、16です。はい、今日は初めてのラジオなので、みんなと一緒に楽しんでいけるようにトークいろいろ頑張りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、皆さんはじめまして、タンクク役リーちゃんことリーリーです。はい、今日も初めて5人揃ってラジオ収録するんで、すごい緊張します。はい、よろしくお願いします。リーちゃん、皆さんはじめまして、嵐千里役なこちゃんこと美咲なこです。今日は5人で楽しんで、その楽しい気持ちを皆さんと共有できるように全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。なこちゃん、なこちゃん、はい、皆さんはじめまして、ペアンナすみれ役ペイちゃんことペイトンナオミです。今日が来るのがとても楽しみだったので、今日は全力で楽しみたいと思います。よろしくお願いします。皆さんはじめまして、葉月蓮役なぎちゃんこと青山なぎさです。これからリエラの、ね、ラジオが始まるということで、とっても楽しみです。よろしくお願いします。なぎちゃん、なぎちゃん、なぎちゃん、はい、はい、スクールアイドルリエラとして私を叶える少女たちのストーリー、それがラブライブスーパースター。この番組はそんなラブライブスーパースターのことをたくさんの人に知ってもらうために、リエラのメンバーが全力で頑張るスクールアイドルウェブラジオです。そこにあるのは全てが真っ白で無限の可能性、一つ一つ一緒に叶えていきましょう。いきましょう。始まった、始まった、ついにですよ、ついに、ついに新番組、新番組、やったやったね。パーフェクトを5人ですので、そうね、確かにね、パーフェクト目指そうということで、最後の一問目指しましょう。はい、最後、お題こちらです。はい、葉月蓮の好きな教科は英語。そこで誰かを褒めるときに使う英単語といえば、英語、ミス、わかんないよ英語。いや、わかるでしょ、えちゃんわかるでしょ、話せるじゃん。褒めるとき、褒めるときか、簡単なやつだよね多分。そうね、え、簡単なやつ、パーフェクトなるでしょうか。はい、じゃあそろそろシンキングタイム終了です。はい、順番に回答を発表していきましょう。はい、はい、伊達の回答はこちらです。ナイス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 。続いて、うん、理由はキュート。あー、みさきはグッド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 。ペイトンはグッド。お、グッド。青山はグッド。惜しい、グッド。喜べない。でもさ、ナイスとキュートもグッドに入ると思うんだ、うん、私は。入りません、入ると思うの、ね、何でもありだったんです。何でもありだった。はい、パーフェクトならず3人でしたね、揃ったのは。残念、うん、残念だ、残念。はい、本日最初のコーナーはこちら、一問一答ゆいが丘。はい、一問一答形式でいろいろな質問がぶつけられるので、私たちはいいよ、私たちは、うん、テンポよく答えることにチャレンジしたいと思います。やっていきましょう。難しそう。テンポよくっていうのができる自信が全く持ってないんで、ないですよね。悩んじゃダメなやつでしょ、ね、だって、あ、みたいな感じで、そう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 、びっくりしちゃった、ヘッドってなる。じゃあちょっと変な声をね、パッパッパッとテンポよく答えていくコーナーらしいですよ。なるほど、はい、うん、なんかリズムが速そう。変なこと言っちゃいそうだよね、ちょっと気をつけて、後々でも振り返ってね。そうだね、うん、はい、行きましょう、行きましょう。質問にはさゆりん、私、なこちゃん、あ、すみません、なこなこの順番で答えていきましょう。はい、それでは、はい、それでは一問一答
趣味を教えて。スカッパ、ね、寝る。あ、伊達、寝る。あ、りんゆ、あ、アニメ、みさき、きりえ。いけるこれ。はい、次、特技を教えて。伊達、歌。りんゆ、あ、自撮り。みさき、ダンス。はい、三つ目、自分の性格を一言で言うと。伊達、ネガティブ。いやいや、どうしようどうしよう。あ、理由は理由は理由は、ああ、おとなしい。うん、美咲マイペース。はい、四つ目、家の中で一番落ち着く場所は。いや、伊達、ベッド。あ、理由、ベッド。美咲、部屋の角っこ。あ、はい、靴を履くときは、右から左から。伊達、日による。みゆ、あ、右。みさき、たぶん右。はい、6つ目、自分自身のチャームポイントを教えて。伊達、前髪。あ、みゆ、あ、外国人。あ、みさき、目。おお。はい、7つ目、担当メンバーのここが可愛いというポイントを教えて。あ、え、伊達、あの中身、もう全部です。全部。理由、ああ、うん、あ、全部です。美咲、全部ですよね。ですです。はい、はいはい、担当メンバーと2人でお手掛けするなら、どこに行ってみたい？伊達、かのんちゃんのお家。喫茶店、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 うん、あ、あの、りゆ、あの、クックちゃんと一緒にかのんちゃん家に行きたい。え、みんな来るの？え、みさき、ちーちゃんと一緒にかのんちゃん家のまんまるを見に行きたいです。はい、9つ目、好きな言葉を教えて。伊達、ありがとうございます。理由、好きです。おお、みさき、ありがとう。あー、質問タイム終了です。テンポとは。はい、テンポとは。あ、難しい。気になる。さて、りーちゃんと私ちょっとニヤニヤしております。さて、更新日の今日は3月9日ですが、はい、昨日、3月8日は何の日だったか分かる人いますか？全然知らない話なんだけど、私。何日ですかね。はい、皆さんもちろん分かりますよね。分かりますよね。分かりますよね。YouTube で聞いてくださってる皆さん、コメントの準備はいいですか？いいですか？いきますよ。いきますよ。そうです。3月8日は、みさきなこちゃんのお誕生日です。誕生日です。お誕生日おめでとう。わー、え、待って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 、なになになに。ハッピーハッピーバースデー。今、ピーちゃんとなぎちゃんがケーキを持ってくれました。ケーキが。内緒にしてたもんね。はい。おめでとう。あれ、これ、はい、写真撮りましょう。見せた方がいいですか？見せて見せて。はい、見せます。おめでとう、はい、めっちゃ写真撮ってます。あ、おめでとう。ありがとうございます。かわいい、かわいいね。めっちゃハッピーバースデーなこちゃんって書いてる。よかったよかった。みんな好きです。ね、みんな4人知ってましたから。あ、もうよかった。ありがとうございます。はい、それでは誕生日を迎えたということで、はい、何か意気込みをお願いします。おっと、これも何も知らないぞ。どうぞ。意気込み。そうですね、はい、そうですね。なんか、去年1年はやっぱりこの千里ちゃんを演じるって決まって、怒涛な、もう一瞬で過ぎてったって感じだったので、この1年さらに千里ちゃんだけじゃなくてリエラみんなの魅力を引き出していけるように、私自身もっともっと手を取り合って頑張っていきたいなって思います。おー、よろしくお願いします。素晴らしい。よろしくお願
くれて。また後で。これ私放送中に一人で食べていい感じ。ちょっとそれ後で。後で。あの冷蔵庫の方にお願いします。じゃあ今じゃあ横に置いとこうかな。はい。お願いしますね。美味しそうだね。いちご乗ってて。ね。多分気づいたら私もぐもぐしてたらあ食べてんだなこいつって思ったわかりました進めさせていただきますありがとうございます、はい、なぎちゃんのインコのモノマネ聞きたいちょっとぜひやってもらっていいですかインコ飼ってるんだもんねそう私ねインコ飼ってるんだけどえ行ってきますえ待って今日はラジオなのでえなんか行ってきますおはようおやすみなさいねさゆり元気元気元気うんそういえばシャイリーさ、うん、髪の毛染めたんだよねちょっと気づいた気づいたあごめんあのそっちの話題よりもあのごめんねあの全然あのあのごめんなさいちょっと衝撃がガチで引いてんじゃんちょっと言葉がそんなにいやそんな染めたの話題じゃないよ今そうインコちゃんねこんな感じで喋るのよそうですかそうなんだギャップがすごすぎてちょっとギャップ萌えかな萌えますねいいなそれでは続いてのお題の発表ですラジオネームシャープペンシルさんからいただきましたありがとうございますありがとうございますもしも一人で無人島に取り残されたらどうするどうするそれでは順番に担当メンバーのもしもを発表していきましょうそれではまずだてかのんちゃんからいきますよだてかのんちゃんだてかのんちゃんいつの間に結婚したんだろうはい、かのんちゃんは絶望して何もしなさそうかっこできなくなりそうですなるほどねはいそっかピーちゃんお願いします続いてすみれちゃんはきっと大声で叫びそうギャラクシー言ってもらっていいですかギャラクシー声が高かったごめんなさいこれねめちゃくちゃ声がでかかったごめんね高いしね続いてねんちゃんはねんちゃんはね、まあ、冷静に助けを待つかなや、ね、やばい前髪どこ行ったの絵の癖強いよかわいいし風に吹かれても前髪は存在しなくなっちゃった、ね、確かに、まあ、書き忘れただけなんだけど、ね、なるほどはいということでじゃあ触れていきましょうはいかのんちゃんあかのんちゃんそうですね、うん、なんか助けの呼び方もわからずあでもそうだよね、うん、どうしたらいいんだろうって言って、うん、あの気絶寸前まで行きそうな気がしてなんか絵が気絶してない見ますか大丈夫あのそうです白目ですね白目向いてる、ね、白目になっております白目が向いてるそうですね多分だから無人島ってことはさこう電波とかもないからさそうね多分携帯とかも使えないし、うんうん、ヘリを待つって言っても多分なんかねそこまで平常心になれないし、うんうんまあ何もできなくなりそうかなと思ってずっとこうへって見てそう海を見てそう助けが来るといいね多分誰か助けてあげてこれは来ないパターンだと思う私はあそんな悲しいこと言わないでよ、うん、でもなんか実際こうなりそうだよね絶対なると思うこうなるこういう時にねクークーちゃん欲しいねね、大丈夫ですよ前向きだな大丈夫ですよカノンさんとか言ってそう何もね、なんかすごいやってそうだな似てるやったーあーよかったちょっとリュウちゃんに後で謝るわ謝るのいやちょっと謝りますすみれちゃんはすみれちゃんはですね大声で叫ぶと思うんですギャラクシーってなんかすみれちゃんは多分ねあのテンパると、うん、もうとにかく何かしなきゃ行動しなきゃっつって、うん、多分大声で叫んだら絶対動物が寄ってくるんですよでもそんなことも多分考えられないで、とにかく助けを求めて大声で叫ぶあーそういうことねそうもう焦ってパニックになってって走り回ってそうギャラクシーってやってそうってやってそうひたすら疲れてしまう、そう体力奪われるやつだそうねそんな感じかなギャラクシーなんだね大声で叫ぶどうしようギャラクシーって感じあもう語尾が全部ギャラクシーって感じねそうそうかそうかかな、はい、レンちゃんは助けを待つもうなんかこれ何もしないで待つのか、うん、なんかさそこら辺に落ちてる鏡とかがあったりしたらさ、うん、ちょっと
なんて上照らして助けを呼ぶっていうことはするのかなと思いつつ、うんうん、なんか自ら歩いて何かする感じではなさそうだなっていう。確かに。でも頭良さそうだからさ、そうそうそう、なんか知識とかありそうじゃない、ね、なんかね、ここで歩いたらダメだわとか言って、ここで歩いたらダメだわってそ、ね、あ、そんなこと言わないかこの貝は食べられるかしら、あ、そういう感じ、あれあれそっちそっちじゃないそっちかちょっとね、悩みどころだけど、うん、どうかな、まあなんか冷静に助け待ってそうだね。そうだね、なんかあんまり動かない方いいとかって言い出しそうな、うん、ね、ちょっと私はそんな頭が良くないので、レンちゃんの思考回路がちょっと、うん、どんな感じかなってなってる教えてみんなって冷静そうだね、冷静に、うん、ね、でも夜一人になった時に泣いてそう、あ、泣いて、確かにやだ確かに泣いてそう、泣いてるわ、早く助けてあげ て, 助けて、誰か、ギャラクシーギャラクシーか、来んのヘリで来そうな、ギャラクシーまだしたわねそれいいね、かっこいい、待ってるわ、かっこ仮を取ろう、番組名候補大発表、イエーイ、やったー、ついに来ましたね、た、何回か、何回ね、かっこ仮つくんだろうとかと思ったけど、ね、やっとだね、そうです、嬉しい、皆さんから送っていただいたこの番組のタイトル案の最終候補を発表したいと思います。最高、ついに来ましたよ、待ってました、もう、なんとですね、なんとね、最終的に、すごい量が来たよね、すんごい量だよね、はい、300通以上のアイディアメールをいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、今回はその中から12個まで最終候補を絞らせていただきました、うん、はい、私たちね、全部見たんだよ、そう、全部見た、全部見た、全部見たね、めっちゃある、一個一個全部すごい、でも、ね、うん、なんかもう由来から何から、そうそうそう、すごい考えてくださってるのもあれば、うん、あ、おふざけみたいなのもあってなんか面白かったね、すごいそうそうそう、うん、面白いね、私たちリエラもね、うん、あの最終候補の選出に実は参加しておりまして、そうです、ね、ちょっと楽しみだよね、はい、紹介していきましょう、はい、すごい、こんなに考えてくれるってすごいね、すごいですね、はい、本当 に全然こんな私たちもそう考えられないなんかあの匿名で送っちゃおうかなとかって思ってたんですけど、そうそうそう、全然こんな素敵なの思いつかなくて、本当に嬉しいです、この他にもね、たくさんね、素敵なのがありまして、うん、はい、まあ本当に面白いのもたくさんありましてネタかっていうのがたくさんあったね、絶対ネタだなって思うのもあって楽しかったです、本当にありがとうございました、ありがとうございました。ご紹介した番組名候補はラブライブスーパースター公式サイトにも掲載されるので、ぜひそちらも参考にしつつ投票をお願いします。こちらのベンちゃんは早起きして休みを満喫、うん、まあ、満喫というよりかまずなんか毎日のルーティンがありそうだよまず起きて顔洗ってご飯作って、で食後ダージリンティー飲むみたいな、あーやってそうじゃない？ご？なんかやってそうだよ。なんかもうレンちゃんも毎日決まってるの感じが、うん、ね、そう。もうあの1分単位でちゃんと体内時計決まってそう。すごいね。これはちょっとね、1分単位はすごいわ。7時だわっていう。起きなきゃ。顔洗わなきゃ、トイレ行かなきゃ。これはすごいよ。見習おうちゃんと。レンちゃんすごいね。1分単位はもう厳しくて死んじゃう。それはゆるゆるに生きていきたいね。はい、ちなみに私たち3人は、うん、私は夜更かしして遅く起きるタイプです。あ、確かにね、サユリンに LINE すると ね夜中起きてるんだよね連絡すると、え、起きてんのみたいな返信返ってきたってなるもん、ね、全然起き、1時半とかまで全然もっと遅く起きる、もっと遅いよね、そう、もっと遅いな、うんうん、不健康まっしぐらでございます健康的な生活を送ろう送ろう。じゃあさゆり何してんのその時間まで。私はね、もうひたすら動画見たりとか、うん、なんかもう何やって、でもなんかぼーっとしてることが多いかもしれないぼーっとしてるこれはなんかね、うん、虚無になる時間があって、私こうあの、まあ、前回の生放送でもなんか虚無ってたじゃん、虚無ってたところがなんかあって虚無ってたああいう感じで夜過ごしてる時がある、記憶にないんだよね、だから、あ、そうなんだ、そう、覚えてないってこと、覚えてないの、何やってたんだろうみたいなえ、大丈夫それ気をつけたの時も、え、うん、もうこんな時間というそ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 うなんかね、時間感覚が分かんなくなるんだよね、大丈夫、ちょっと心配なんだけど怖いです怖すぎじゃあリーちゃんとかはどうですか。あー、リーちゃんはね、うん、多分もう
はい、遅く起きてあれ、ね、あのかぶっちゃうけど、ね、あのりーちゃんに夜中 LINE すると起きてるんだよ。りーちゃんも起きてる。確かに、てかみんな起きてない。みんな起きてるんだよ。そう、起きてる、起きてる。なんか、うんうんうん、2日、2日、うん、2日にそんな仕事ないの時ってさ、うん、ああ安心する。あ、休みだみたいな。休みで、うん、何時でも行けるった何時でも行ける何時でも行けるだって思ってもう、うん、はい、私も嬉しいよね。そう、うん、あの緩めの人だから、うんうんうん、もうそんなになんか遅い、うんうんうん、あ、まあ、きっちりしてない感じ。そう、うん、で、うん、緩めに、なんでもなんか緩めにやる確かに日々過ごしてて思う、ね、緩めにやる緩めに、そう、確かに。そうかそうか。であれはなぎちゃんは、私ね、なんか別れてるんだよね。もう一日中好きなようにダラダラしてる人、うんうん、朝からこれやろうって決めてブワーって予定詰め込む人、うん、すっげー。そう、オフがあの2日間あったら、うん、大抵1日目はもうダラッダラに過ごして、うんうん、もう夜中までね、あの動画見てアニメ見てでも4時ぐらいまでギター弾いてみたいなことやって、朝、うん、朝じゃない、もう昼だよね、1時とか2時まで寝てめっちゃわかる。そんでもう2時か、いやもう何もやらんでよくないみたいになって、めっちゃわかる、また動画を見始めるみたいな、ね、ずっとお布団にいる生活をして、2日目はちょっとこれやばいなと思って朝7時ぐらいに起きて朝ごはん作って、うん、ちょっと走ってこようかなみたいな。そう、リセットできるのがすごいよね。そう、やらないともうダメな人間になっちゃうから、うんうん、オフ2日あったら3日目からは3日から本気で行きたい、本気でだから2日目からちゃんとするみたいな。そう、そうやってやってるね。ちなみに、あ、ギターさ、うん、初耳なんだけどさ、どんな曲弾くの、うん、気になる。どんな J-POP が多いかな。いやかっこいい。なんかなんていうの、サブスクでさランキングがあるじゃない、あれを片っ端から聞いて覚えて弾くみたいな感じでやってるかも。すごい。だから手綺麗なの。いや違う、私の、え、左手見て、え、あの豆豆っていうかさ、皮むけてんのギターで、あ、きすぎギターみたいな、押さえてるから全然綺麗じゃないよ。綺麗だよ、見ろ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 弾き語り、あ、弾き語り、そうそうそう、弾き方ちゃんとろよーって感じ。何それ、うん、何でも持ってるね、あなた。すごいよ。金備えてって持ってないよ。金備えすぎでしょ。なんだろうね、趣味が多いのかな。あ、なんかいろんなことなんか挑戦したくなっちゃう。あ、そう、挑戦しちゃっていいじゃないかな、この感じかな。で、いつかこのラジオでね、え、やりません。あ、やりませんの。あくまでも趣味なんで、あの公開できるようなレベルではないです。いや、すごい、弾き語りできるのってすごいよ。だって、いやいや、そうそうそう、一緒にじゃあやろうか。ちょっと遠慮しておきます。何やねん、ペイちゃん。確かに、ペイちゃん。え、なになになに、1にさゆりん、2にペイちゃん、3になこなこ、4リエラ、やろうやろう。4番目ということで、4人で起こしていきたいと思います。4人、あなた誰待って、もしも3人だ。あ、そこのあなたですね、これを聞いてくださってる。そうだよ、そうだね、そうそう、そうね、計算しました。誰か1人が引くので、それをちょっと3人で、はい、やりますか。やりましょう。あー、カオスになるわけですね。ちょっと最後にね、最後ね、ちょっと息ぴったりなもの見せましょう。そうだね、見せましょう、見せましょう。いや、もう言ってください。じゃあ言ってください。いいですか、ごめんね、変なの引いちゃったら。大丈夫、私のもいる。大丈夫だと思う。さあ、何が出るんでしょうか。運命の1枚ロボットそんな無機質な感じで終わっていいのこれ。サイアリーちょっとごめんなさい、ロボットだそうです。いよいよ、ロボット、ロボット誰かわかるかな、ま、3体で、ロボットいて、寝起きの人起きるの、収集つかる、寝起きの人気になるな。え、だって一人ベッドで寝てるところに3体のロボットに囲まれるわけですよ。ですよ、いいですか。オッケー、やりましょう、やりましょう。はい、はい、それでは大丈夫ですか。大丈夫です。はい、それでは4リエラのチャレンジです。起きてよ、起きてって言ってるじゃん。ねえねえねえ、起きる時間です。ペイちゃん、ペイちゃん、ペイちゃん、こいつのことを起こして。早くガシャ、起きてください。爆発します。あ、離れてください。2、1、3。一生目覚めることがないと思います。優しい、ごめん、ほんとごめん。なんか爆発したし最後。
まあ、多分ね3人で起こすって時点で多分難易度がすごく高いと思う。ごめんごめん、ずっと笑ってた。大丈夫、ごめんごめん。だってウィーンガシャだからね、ほぼウィーンガシャ。誰がどれやってたの。確かに、はい、誰が。じゃあサイリン何やってたの。起きて起きて、早く早く、やつやってました。私はあのずっとロボットかそれ。ね、ちょ最後の方に爆発しますか、離れてください。 , 笑った後に爆破するっていう。怖い怖い。ちょっと離れてください。製造元に問い合わせた方がいいと思う、多分。はい、ちょっと爆発するの離れてくださいって言ってましたずっと。なこたんは、私はウィーンガシャ、起きて起きてください、かわいいガシャ。小型な、小型ロボット的な感じかな。いいじゃん、いいじゃん。私手のひらサイズだから割と小さ。4月7日にリエラアニメーション MV 付きデビューシングル始まりは君の空をリリースさせていただきました。ありがとうございます。わー、ついにだね。やったー。なんかね、当日私たちお店にね、あ、そうだね、行ったんだよね、させていただきました。なんかなんだっけな、あのお店中にね、うん、リエラの装飾だったりとかがめちゃめちゃあって、ね、サインなんかも書いちゃったりして、書いちゃってね、ちょっとね、書いちゃってね、ぐしゃぐしゃに書いちゃったよ。ぐしゃぐしゃに、ぐしゃぐしゃって慣れてなさすぎてね。確かにね。ここに本当に書いちゃっていいんですかみたいな。どうする、私ここで大丈夫かなみたいな。めちゃめちゃ確認したバラバラみたいな。最後の方になると、あ、はいみたいな、そう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 ってやってたね。色紙とかにもね、最後5人だからさ、バランスが分からなくて、色紙にめっちゃ難かった。誰が最初に書くみたいな。そうそうそう。めっちゃみんな、あ、いいよいいよいいよみたいな。右斜め下とかから書き始めたりするから。わけわかんないのかな。いや、待って、どこ書けばいいのって思って。難しかったんだよね、ちょっとバランスとかが。いやでもね、お店中に曲とかもなんか流れてたりして、うん、いやもう嬉しかったですよ、本当に。目の前だけじゃなくて、うん、天井見上げてとか、もうあたり見回しても全部、うん、リエラワールド、リエラワールド、リエラワールド。え、なんかさ、全部の行ったお店全部入った瞬間、うんうん、あのデビューシングルかかってなかった？え、かかってたんだよ。びっくりした。このタイミング良すぎない？私たちの声が。でででででで。あれ？タイミングバッチリです。すごかったよ。本当にありがとうございます。やっと嬉しいね。実感が湧いてきました。ね。は？はい。サヨリンですかね。はい。そうだね。聞いていただいていいですか？そうですね。経験者なわけなので期待してるよ。もう、あげちゃん、サヨリンお手本に。わかった。あ、ASMR タイムありました。はい、じゃあ真ん中のこれを、はい、はい、いきます。あ、なんかマシなのがいい、なんだろうな、あ、お、なに、幼馴染、あら、あ、よし。ありがとうございます。皆さん、じゃあ聞いてくださってる皆さん、幼馴染になった気持ちで、え、ちょっと待って、難しい。冷静に、早くない、難しいぞ、喜んでから落ちるの。確かに、よし、大丈夫、うん、行けますか、頑張る。それではさゆりんのチャレンジです、どうぞ。ねえ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 、連休中頑張ってるんでしょ。ねえねえ、もう大変だよね。私なんか休んでるのに本当にすごいと思うよ。え、頑張ってるよね。すごいよ。いや、もう同い年なのにさ、しかもずっと昔から一緒にいるわけでしょ。いや、それなのにマジすごいと思うよ。あの、あ、頑張ってね。語彙力、語彙力な。最初めっちゃいい感じで入った。幼馴染、距離感バッチリと思って、途中でなんかおえつ入らなかった一回。そしてここで皆さんにお知らせがございます。おお、なになになに。皆さんからアイディア募集、投票していただいたこの番組のタイトルが決定いたしました。なに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 、たくさんの投票ありがとうございました。ありがとうございました。早速発表させていただきます。もう発表するんですか。いいんです、いいんですか。いいです、ワク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 。タイトルは、ほい、せーの、ラブライブスーパースター、ゆいじょ放課後放送局、リエラジーで、リエラジー、すごい。いや、リエラジはカタカナでございますね。カタカナなんだね、はい、カタカナで。そう、実は投票の結果がリエラジが1位で、ゆいじょ放課後放送局が僅差で2位ということで、
そうそうで、本当にわずかな差だったっていうのと、どちらも素敵な名前だったので、うんはい、両方とも番組名として採用させていただくことになりました。素敵、いいね、合体した感じ、合体した感じいいね。そう、ついにカッコカリ取れまーす、ね、取れたよ、取れた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 、やばい、今日から今日からカッコカリじゃないですね、今から、ね、今から寂しい感じもするけど、うーんいやーその他たくさんのアイディアに投票してくださった皆さん、うん、ありがとうございました、ありがとうございました。どんどん行きましょう、はい、次伊達ちゃん行こう、兄ちゃんお願いします。じゃあくじ引いて、あ、いい音行きます行きます、毎回やるのにそのくだりで行きます、はい、なんかな、前、あ、なんか長そう、長そう、はい、発表しますちょっと待って、これ何何かぼちゃと侍が合体したゆるキャラ、かぼちゃ侍くんって何これは何かぼちゃ、かぼちゃ、え、ちょっとあの理解するのに3時間ほど時間をいただきたいです。これ3時終わってます、かぼちゃしか理解できない今。なんかね、日本の侍ってなんかね、こう刀持ってシャキーンって切ったりする、昔にいけてくるやつ、はい、応援するんだもんね、応援、そうだけ、合体したかぼちゃ侍くんで、やば、え、ちょっと待って、かぼちゃ侍って何ちょっと待って、なんか語尾とかあ、まあ語尾、そうか、うふみたいな、うふかぼちゃ、うふなんか拙者拙者うふみたいなどういうこと、ね、いいよ、うふでいきましょう、はい、じゃあやっていきます、うん、はい、それでは伊達ちゃんのチャレンジです、はい、どうぞ。ねえねえ、4月から受験生なんでしょ、うふ、拙者拙者応援してるでござる、す拙者拙者君が頑張る姿見たいでござる、うふこのかぼちゃを食べて元気にやるでござる、ぐふやばい、顔痛い、あー、わらすぎちょっと待って、いろいろ突っ込みどころあるんですけど、すいません、拙者拙者じゃなくて、すっちょっとミスったよねちょっとミスったちょっと何言ったちょっともう面白すぎる、やばいやばい、後でイラスト描いてもらおう、ちょっとイラスト描いてよ、後でさ、かぼちゃ侍の、まあね、想像してるアリがありますから、あるある、グフスス、そうちょっとかぼちゃ、そう語尾どうしようかなと思って、かぼちゃグフってイメージしかなくて、マジかぼちゃにどんなイメージないの怖い怖い、難しい難しい、本当にでも楽しい、やばい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 、楽しいんだよね、ちなみにかぼちゃ侍さん、受験、周りの受験生に最後もう一度だけエールを送っていただけませんですか、はい、でしょうか、拙者のかぼちゃを食べれば絶対合格、グフこれかぼちゃ CM かぼちゃ、やばいやばいやばい、かぼちゃかぼちゃ侍さん、好きな食べ物は何でしょうか、聞くな、かぼちゃだやっぱり、そうでしたよね、失礼しました、失礼だな、かぼちゃ、かぼちゃに決まっとる、失礼しました、せっかくだしやっておきます、ちょっと皆さんを代表して私たちがちょっと味わいたいなと、見させていただきたいと思います、すいません、なんか無音ですけど大丈夫でしょうか、せっかくだからなんか反応をお届けしようかなって ね、あ、なんか言う一言いやもう言ってよ、大丈夫大丈夫、事故だよ、聞きたい聞きたい聞かせてよ、聞きたい、聞かせてよ、怖い、聞かせてよ、さゆり聞かせてよ、聞かせてよ、聞かせてよ、かぼちゃ侍が出てきてる聞いたよ、あれかぼちゃ侍あれめっちゃ面白かった、聞かせてよ、なんか振った方が、え、なんて言えばいい、ね、ちょっとどうしようかな、なんかでもあれだ、リリーベー参加してくださった皆さんに向けて軽く一言みたいな、わかりました、どうぞどうぞ、はい、じゃあ言わせていただきます、はいはい、お願いします、皆さん、リリーベー参加してくださってありがとうございました、これからもよろしくお願いいたします、シャキン、今左目をウインクしました、はぁ、
パチッとパチッと左目しかできないので、ね、左目しか、あ、そうなの、右でき、右ね、できない、右ね今ねめっちゃ右のまぶたプルプルしてプル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 きっとめちゃめちゃじゃあちなみにかぼちゃ侍さん今のいかがでしたでしょうか。んー、まあ個人的にはまだまだだったかななんなのこれ、コンテ、まあね、ありがとうございます。本日も収録に来ておりましてね、かぼちゃ侍さん、ありがとうございました。なこちゃんが手叩いてめっちゃお笑いしてるの初めて見たかもしれないそんなめっちゃ手叩いてる、すごい好きなのそれ、本当に大好きだと。 YouTube でさ、うん、そこにかぼちゃ侍終わったらもう一回戻してもう一回聞いていいよ、何それ、最後にさ、いいじゃん、イラストと一緒に出てくるじゃん、そうだよ、あそこもめっちゃげそうで、まさか書くと思ってないからね、こっちはね、誕生すると思ってなかったね本当だよあのキーホルダー欲しい、2週連続で出させていただきましたかぼちゃ侍くんでした が、ね、皆さんはウインクとかはできますか。ウインクね、私一応両目できる。うわ、え、マジできる、ちょっとね、やっていただき、やって、流れで見たい、見たい、見たい、普通に見たいよ。はい、キラーン、めっちゃ、めっちゃ綺麗だね。そう、ウィンクはね、ウィンクだけは昔から得意なんです。だけ、いや、だけじゃないけど、だけじゃないけどねめっちゃ綺麗。あ、なこちゃんは、はい、私もできるよ、両目。あ、うわ、早すぎて見えないな、これね。そう、高速、高速、すっごいね、あの今ね1秒に30回ぐらいまばたきしてるそれは盛りすぎにも程があるでね、皆さんぜひウィンク期待してくださいね、皆さんの。ちょっと頑張って練習する、ね、頑張ろう、練習します。そこでね、抜かれても入るようにしなきゃ、そうだよ、ね、頑張ります。はい、ということで、そうだよ。ちなみにペイちゃん、ピーマン忍者さんどうでしたか手裏剣シュッシュ、我がピーマン忍者だピーマンはビタミン C だか E だかわかんないけどいっぱい入ってるので、良い子のみんなちゃんと僕を食べるんだぞ。以上、ピーマン忍者でした。シュッシュ待って、やばいでしょ、誰だよ誰だよやだ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 ちょっと待って、ほんとビタミン E とか C とか何わけわかんないこと言ってる。ナコタンが倒れるからめっちゃ笑ってんじゃん。ピーマン忍者めっちゃなんかシュシュって言って敵倒しそうなくせに最終的に自分食べろって言ってんの、めっちゃ面白くないめっちゃ面白くない、はい、はい、続いてキュウリ大名様だって大名様が分からない。大名って何人たちだよ。ナコタンの隣にキュウリ大名様がいらっしゃいますので、ちょっと感想をね聞いてみたいなと思いますけれども、どうでしたか。わしの名前はキュウリ大名じゃ。わしのほとんど水分なんじゃが、夏になったら水分が足りなくなるゆえいっぱい摂取するのだだまたの。あ、ありがとうございます。あえて光栄です嬉しいです。小さい頃からのね夢でした。ピーマン忍者のなんで出てくる、なんで出てくるのよ。やだやだボロ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 やばやだやだ、はい、じゃあちょっとね、メールはちょっとここまでということ で、 そうです、ね、続きはねちょっと次回読ませていただきたいと思います、うん、たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それ、うん、パフォーマンスとちょっと関係ない裏話になってしまうんですけれども、ペイちゃんのあのペラトンさん、はい、ペラトンです、はい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 、ペラトンさんが実際にこうなんてスタジオに行った時に置いてあったんですね。立っていらっしゃったんですよ、うんうんうん、ペラトンさんが。あ、そうなんですね。ペラトン立ってました。そうなんでした。はいはいはい。その時にみんなでサイリンなんか特にすごい形相でさ、うん、ちょっとなんで喋らないのペイちゃん何か言ってよペイちゃんみたいなずっと言ってんの。そんなこと言ってたの。そう、本当に私ずっと両サイドに私とリーちゃんがいて、真ん中にあのそうそうそうペラトンさんがそういたんですけど、なでなでしながらこうよしよしって言って、なんかペイちゃん撫でられるの好きだからねって言いながら、全然動かないんだもんだってそう、それに対してするからねすっごい真剣な顔してそうなんで喋らないの2日前、そう、5月8日だったんですよ、渋谷の2日前にリリーベやったばっかじゃんか。ペイちゃんどうしたのってっていう流れで、ペラトン
どうしたの？その流れで生放送に臨んでおりました。そうなんです、ね。いやしょうがないです。あでもね、あのね、うん、ペラトンさんと私お写真撮ることができて、そうなの。見ました。私ツイッターに上げさせていただいたの。めっちゃ笑顔だった写真だ。めっちゃねありがたいことに腕を組ませていただいて。すごい嬉しかったです。ペラトンさん。ペラトンさんにねご許可いただいたんですかね、こう腕組ませてください、ね、はい。いいですか。ありがとうございます。でも喋らないからね向こうは。自己解決してんじゃん。向こうは喋らないから。はい、いや良かったですよ、はい、ペラトンさん含め。本当ちなみにサイリンめっちゃウケるって言うもんね。言わないよ。結構言う。断るごとにウケる。面白いですわね。いや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 。面白いですわね。毎回ウケるって、うん、そんなこと言わないですよ。面白いですわね。初めて聞いたわ。大体で。もうそこまで来たか。よい。それでは今回のラブライブスーパースター友情放課後放送局リアラジはここまで。お相手は葉月蓮役青山渚とタンクク役リーユーと渋谷加納役伊達さゆりでした。バイバイ。バイバイ。バイバイ。それではなぎちゃん、バナナといえばバナナ将軍さん、来週の意気込みをお願いします。バナナ将軍、頑張れ、即興だよ。バナナ将軍です。皆さん来週のリエラジもよろしくお願いしますよ。バナナバイバイ。将軍感なくない？将軍って何？ありがとうございました。本日のお相手はタンクク役リーユーと渋谷加納役伊達さゆりと葉月蓮役青山渚でした。バイバイ。最後にポテト姫みんなに一言。ポテト姫。お姫様。 お願いします。みんな今日もお疲れ様です。ポテトたくさん食べていきましょうね。ありがとう。バイバイ。かわいいポテト食べます。理由とかありますか？気になる。なんかこれはもう勝手な想像だけど、うん、スミレちゃんの意思で調達してるわけじゃないんだけど、うんうんうん、クークーちゃんにめっちゃ運ばらせさせてそう。言えてた言えてた。日本語今運ばらさせてそう。なんかクークーちゃんに、ね、運ぶですとか言われて。あそう、なるほどね。なんで運ばなきゃいけないのよって言いながら文句言いながらでもなんかちゃんと運んでやってそうだ、うんうん、優しそうだから。確かに、ね、そう優しいけど、ね、断れなさそうだしね。ちょっとかわいい。クークーちゃんに言われたなら仕方ないわねみたいな感じか、うん、そう、ね、あ確かにね。でもそう、うん、でもねどれもしっくりくるのよ正直、うんうん、そうね、想像はつくよね。想像つくんだけど、ね、たくさん食べてそうだし、そうあえて2番をちょっとやってみた。そういうところ想像しちゃって可愛いなって思っちゃって。確かに可愛いね。ちょっと見たいねそれね。見て微笑ましいわ。ちなみにカノンちゃんとレンちゃんだったらどっちだと思いますか？1から4だもんね。うん、うん、カノンちゃんとにかく食べることはなさそうだな、うん、控え感じだからね。なんか逆に、うん、レンちゃん4番かもしれない。とにかく食べる。なんか焼肉とかバーベキューとかってさなんか、うんうん、みんなでやるようなイメージがなくてレンちゃ ん、はいはいはい、だから初めてのことでなんかあーって嬉しくてたくさん食べてそう、うんうん、わー可愛いね。レンちゃんこれ食べな食べなやったやったみたいな感じ。スミちゃんが焼いてくれるやつを食べて食べなって言って。可愛いわ。見たいねその光景。あいいねいいね。ねえ待ってカノンちゃんカノンちゃん私いや1でもなさそうだな。なんか、うんうん、先頭に立っては決めなそうだから、うんうん、え私何したらいいんだろう。あじゃあ美味しい食べ方調べるねって言ってスマホで検索しそう、うんうん、確かにね。そう なんかそんな感じかなイメージとしては、うんうん、いろいろ考えられるねこれ、うん、ねえパターンがすごい。これ妄想グラムだ。恨みますよねこれ。恨みますわ、ね、もうちなみに自分自身はどれとかあったりする、うん、なぎちゃんはすぐ想像つくのよ。うん、せーので言う。いや、せーの4。うん、食べると思うやん。違うの。私バーベキューの時ね焼く専門なんだよ、ね、マジ。結構焼いてみんなに配る派かもしれない。なぎちゃんじゃないよ。でその合間に食べる。残り物は食べるけどまずはみんなに美味しいの食べるみたいな感じで。すごいね。いいね。ギャップギャップギャップなの。ギャップでしょ。ギャップですよ。さゆりんはさゆりんは。私2かな。2か。なんかもう運んでる感じ。へうん、あんまこう食べる、もっと
ちろん食べるけど、うんうん、こう自分からこう行くことはないかな、バーベキューに関しては。うん、他だとするとそうかな、ちょっと時間を見てねペイちゃんは？私は待つ待って、ま、何を待って、あ、うん、お肉を待って、あ、お肉を待って何もせずに待ってるってこと4じゃん、4ですよこれ。とにかく食べます、みんなたくさん食べよう食べよう。それでは今回のラブライブスーパースター遊女放課後放送局リエラジはここまで。お相手は渋谷カノン役伊達さゆりと、ヘアンナスミレ役ペイトンナオミと、葉月蓮役青山なぎさでした。バイバイ。今日の放送が楽しかった人、手を挙げて、せーの、わーい。3人とも手を挙げたということは、さよりん、私たちの気持ちは、おそらちー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 。はい、言ったからね。怖いよ。解禁ですね。怖いよ。おそらち解禁です。警察でいさせてあ、そうそう、もうすぐで2021年も半分が終わりますよ皆さん。早くない？え、どうする？え、クリスマスまであとちょっとじゃん。早くない？なんかそこまでは早いって、また早い半年だよそうなんです、2021年の上半期を振り返ってどうでしたか皆さん。いや、めちゃくちゃ濃い濃い半期だったなって。早すぎたし、本当にもういや、びっくりなことがあったね。ね、はい、これ気になります、うん、2021年の上半期のリエラ的流行語大賞は、流行語大賞か、はい、ですね、エントリーされてるのがね、エントリーしてるの、エントリーされてるの6つほどございまして、何、1つオソロッチ、うん、バイーン、うん、足裏強し、スズメ、スコ、知らんけどなんかね、どれもね、でも絶対1回以上は言ってるのよ、みんな。そうね、ますよ、確かに。私はもうこれでしょというのが一つございますね。何ですか？いや、もうおそろっちでしょう先週解禁されたばかりもん、ね、そうなんです。警察を辞めてきたので、警察はちょっと、ね、たまに発動しますけど、自粛中だったのおそろっちなんて、あれナコタの誕生日の3月8日から使われてますからね。ずっとこの3月以上、すごいね、これは流行ですわ。やばくないですか？だって、うん、多分おそろっちが一番長い間、そうだ、ね、使われてるんですよね、うんうんうん、いいもの生み出したね、我ら、ね、やるじゃん。違いますよ、ね、そういう考えは違いますよ、 お姉さん結果往来みたいなギャラクシーは入ってないですか確かに、ずっと気になってた。ギャラクシー、私結構ね、いや、これ本当に真面目な話、うん、これからね、テレビアニメとかも始まってくるから、はいはい、いろんな ね人にね、うんうん、すみれちゃんたちのリエラのアニメを見てくださるということで、はい、ギャラクシーを本当に流行語大賞にノミネートされるように私頑張りたいんですよなるほど、いい目標ですね。そう、ギャラクシー流行らせたいんですよ。結構言ってるもんね。そう、だから、うん、てっきり リエラ的流行語大賞にエントリーされてないと思ってたんですけどあれは、うん、リエラ的には殿堂入り、ありがとうございます。そういうことね。なるほど、流行語大賞とかじゃないっていうね。流行語大賞なんてみたいな。そう、すみれちゃん節をね、これからもちょっと節だったの、節なのかな、わかんないけどずっと行ってきたいね。ギャラクシーは永遠ですよ。いや、もう流行らせたいです私は。頑張ります。今手もね、なってたから ねずっとギャラクシーの手ずっとなって、釣り革持つぐらいだからねこれこれで